何をもたもたやってんだ。風間さんも立川さんもトリオン切れを狙ってたってただ逃げ回るだけじゃないか。あの人とは遠征前の訓練でも何度か戦ったけど大して強いとは思わなかった。特に相打ち OK ならすぐ肩がつく。風間さん、やっぱりこの人は無視して玉駒に直行しましょうよ。僕らのターゲットは玉駒のブラックトリガー。この人を追い回したって逃げ回るだけだし時間の無駄だ。なるほど、陣の逃げを封じる手か。確かにこのまま戦っても拉致が開かないな。玉駒に向かおう。やれやれ、やっぱりこうなるか。戦闘隊活動限界、ベイルアウト。出た封じ。仕方ない、プラン B だ。